な、おはよう。おはよう。風邪もういいの？部活は出られる？ああ。よかった。あ、そうだ、プリントやってきた？プリント？昨日有田が持ってったでしょ。やってなかったら私の写してもいいよ。うん。有田が来たって。じゃあ昨日のチャイムは？おい、あれ？あ？あー、やらしい。なんだ？何変な目で夏野のこと見てんだ、あいつら。って、はっ！夏野、ちょっと！降りた！なんだよ！いいから来い！何のつもりだ？何のつもりだよ、降りた！あのな、あちこちついてる。え？それ、キスマークだろ？そんなだから、他の奴らに変な目で見られんだぞ。ただでさえお前。見たのか？何？見たのかって聞いてんだよ。昨日、来たんだろ、俺んち。覗き趣味でもあんのかよ、お前。ちょ、落ち着けよ、夏野。違うって。何が？あんなの俺気にしてねえからな。やっぱり見たんじゃねえか。気持ち悪いんだろ。え？気持ち悪いって思ってんだろ。そんなこと、そんなこと思ってない。それどころか、俺はあの時。なんだよ。あ、悪い。ちょっとは、な、びっくりした。でも俺、バスケの方は夏野のこと認めてる。そんなの性癖とは関係ねえし。お前のパスとのコンビネーション合わせたいし、つまり、夏野ともっとコミュニケーション取りたいって思ってる。ありがとう。びっくりした。こいつがこんなに素直に礼を言うなんて。分かった。俺も降りたのことそういう対象に見ることねえから心配すんな。ああ、じゃあ友達ってことで。なんだかな、友達ってことでなんて、いちいち確認するか。普通そんな予防線でも張らないことには危ういような関係ってことか。バカな、俺は男なんか。